あら？どうしました？千秋さん？ねえ見て、まちちゃん。なんだか一雨来そうな天気じゃない？そうかなぁ。ねえ芥川さん、ちょっとだけ窓を開けてもいいですか？ああ、いいよ。綺麗。千秋さんもこっち来て見てみて。ほんと絶景だよ。ええ、本当ね。日暮らしが鳴いて、鳥が飛んで、木々が生い茂って、ここが廃村なんて、なんだか信じられないくらいだわ。乙部君、どうしてこの村には誰も住まなくなったか知ってる？さあ、知らない。雑誌にはただのオカルトスポットって紹介されてただけだし。さんはどうです？私もあまり知らないの。昔何か大変な事故があったってことくらいしか。そうか、雛見沢大災害のことなんて若い子は知らないんだね。芥川さんはご存知なんですか？ああ、20年くらい前かな。一時期大騒ぎにもなったんだよ。大騒ぎ？大災害が起きる前まで、雛見沢は誰の関心も集めない、よくある日本の忘れられた小村に過ぎなかった。だけど、昭和58年の6月に、全てが変わってしまった。何があったんですか？村人が寝静まった深夜に、突如上流の沼から猛毒の火山性ガスが発生して村の全域を飲み込んだのさ。そしてたった一夜にして2000人もの命が奪われた。でも騒ぎはそれだけでは収まらなかった。お社様のたたり？ああ、そしてそれに過剰反応する形で村の縁者を排斥しようとする差別意識と機運が全国に吹き荒れた。実際根も葉もない噂だけで社会的な制裁を受けたり、将来の進路を閉ざされたりしてね。今でもそこの出身というだけで就職や結婚に障害が発生した話も聞いている。まるで異端者狩りですね。まったくだ。そして、
その騒ぎの中心になったのがここ南沢村だ。だからここは日本の歴史上から抹殺された、文字通り幽霊の村なんだよ。あと、ガスはその後も不定期に噴出を続けてね。こうして立ち入り禁止が解かれるまで20年以上もの歳月を要したんだ。さすがに今はそれもなくなっていると思うけどね。嘘みたいね。こんな綺麗な村が少し前まで毒ガスで覆われていたなんて、私にはとても信じられない。幽霊の村で思い出したんだけど、この村出るらしいんだ。あっという間に一夜にして滅んだせいで、自分の死に気づいていない村人たちの霊が。そうなんだ。死者の村か。その出てくる霊ってやっぱりこの村で死んだ人限定なのかな。他のところで死んじゃったら会えないのかな。マチちゃん、you